ゴールキーパーが山本海斗、最終ラインは今日は幸江、大部、川西誠の3センターバック、堂花は今日は出場停止です。ボランチの予想で前節の出場停止から復帰のキャプテン諸岡、そして樋口です。右ワイドが田中、左ワイドが橋本陸、そして前線の構成なんですが、シャドウに新井、延べ、そして最前線に長野と予想をしました。アウェーチーム富山のラインナップです。ゴールを守るのが山田、今瀬、林道、フルス対戦の鎌田翔馬という3センターバックです。ワンアンカーに薄井、右ワイド神山、左ワイドが安藤、インサイドハーフ姫野、アルトゥールシルバー、そして2トップに川西、吉平、前節と同じメンバーを組んできた 3-3-2-2 の布陣です。高石で拾う長野、横パス延べ、並走してきた橋本陸、遠目でしたが思い切って狙っていきました。橋本陸です。大外に林道がいる形、クリア、浮き玉で吉平、頭で跳ね返す、林道が拾います。大外、姫野が回る、林道の右足のクロス、ヘディングシュートは決まった。前半の19分、富山神山のゴールで先制。林道が合わせていった先には神山、川西もついてはいたんですが、ヘディングシュートドンピシャリ、林道のキック精度、それから競り合いに勝った神山のポジショニング。田中康介、中央で樋口です。ここは場所を埋めながら間で受ける延べ、左足どうだ、ナイスキーパーです。左足を振ってディフレクションがちょっとあった中で、全体のラインのアップダウンというのを繰り返し行っています。富山の守備、橋本、中に進路、そして樋口、流れ球を行方で拾う、樋口狙った。さて入れ替わったのは吉平、クロスボール、姫野が入ってきました。流れ球は安藤で反応、田中が前に立ちます。左利きの安藤、切り返しに行く、右足のクロス、ヘディングは頭をかすめるような形になりました。逆サイドのウィングバックが関わるような攻撃になりました。降りてきた延べ、背後には長野、外に橋本陸、神山とのマッチアップ、寄ってきた樋口、さあ川西誠狙った、血を這うようなミドルシュートになりました。川西誠です。大江、諸岡、プレッシャー、姫野、ファウルなし。さあ2対2あるいは3対2、姫野預けて吉平、右足、ナイスブロック、じれずにいい対応がありました。大部俊です。富山は最終ライン5枚がまた構える形、落として、さて行方が出ていく、諸岡前向き運ぶ、諸岡のクロス、ファーが空いている、左から橋本陸、同点、振り抜きました、自慢の左足、今シーズン2点目、ホームスタジアムで同点ゴールをもたらしました。サポーターを煽りました。今は右サイド人数がかかっていて、死角から飛び出してきた橋本陸、迷わず左足、強いシュートをぶち込んでみせました。この上畑は一つリズムが作れるボランチです。浮き玉、通った、右足、山田がっちりキャッチ、田中康介の右足でした。
北村、斜めに刺した上畑、スルーパスが出る、樋口1対1、樋口ポスト、見事な飛び出しでした。あと一歩でした。ただもう一度福島、上畑、上畑左足ブロックです。何かこう両チームのサポーターから、まあ、歓声悲鳴、そのあたりが聞かれた今のシーン。樋口は冷静に流し込もうとしましたがポスト合わせた、見送りました。山本海斗は背後への送るボール、そして今長いホイッスルです。 J3 リーグの第15節、福島ユナイテッド FC 対カターレ富山の一戦、1対1、両チーム勝ち点1を分け合う形になりました。